大学生で実家を離れて一人暮らししているんですけど、知り合いが一人もいなくて不安です。友人などの作り方などアドバイスが欲しいです。サークルなどはコロナでやってないです。大学もリモートなんですかね。まあそっか、でもリモートで一緒だからって別に顔見知りってわけじゃないのか。でこの感じだとまだゼミとか入ってない1年生2年生ってことだと思うんですけど、まあ同じような悩み持ってる人はいっぱいいると思うので、同じ大学に所属している人が多い、学生が多い SNS とかコミュニティはあると思うので、そういうところに入ってみるのがおすすめなんですけど、往々にしてそういうところってすごい詐欺まがいのところが多いので、そこは気をつけた方がいいですね。寂しいとね、どうしても本当にうさんくさいところに飛び込みがちなので。そうですね、どういう友達が欲しいかによりますね。なんか趣味あると思うんですよね。そういうところで大学関係ないコミュニティ見っけるのがいいんじゃないかなと思いますね。ただその詐欺まがいであったり、うさんくさい宗教であったり、すごい強いイデオロギーを持った集団とかに関わらないようにしてください。だからなるべく素性を明かさずに最初はそういうところに参加するのがいいと思います。こういう子が一番反社会的な組織に引っ張り込まれやすいので、これはそうね、難しいな。でも SNS だけで作んない方がやっぱいいですね。そうですね、危ないな。僕だったら我慢します。もうしばらく我慢しますね。焦って作る友達ってろくなやつがいないので。